皆さんごきげんよう。今日はお彼岸も近いのでお供え用の落雁を作ってみました。あんこが中に入っているものも作りました。材料は上白糖、寒梅粉、食紅などです。動画に出てくる分量はここに書いた材料の2倍になっています。ですから皆さんはここの材料の分量で作ってください。上白糖 40g を4つ作ります。1つだけ小さいのを作ってしまったのですが、これも 40g にしてください。色素は食紅を使います。赤と黄色と緑と3色を使います。まず赤から作ります。お水に色素を少し入れて色水を作ります。この色素を大さじ半分ぐらい入れます。色を入れた砂糖はよーく混ぜます。色が薄ければもう少し入れても良いでしょう。ちょっと濃いめにつけても、その後寒梅粉を入れるのでまた少し薄くなってしまいます。なので少し濃いめがいいですね。まだ薄いのでもう少し色を入れてもいいかもしれません。好みのピンクになったので寒梅粉を 25g 入れます。まだ色が薄いのでもう少し足してしまいました。あんまり後から入れない方がいいかもしれません。寒梅粉を入れる前に色を決めてしまった方がいいようです。ここで手袋をしているのは3色の色を使うので手に色が染み込まないようにゴム手袋をしているのです。色ムラが出ないようによーく混ぜます。これでピンクの落雁粉ができました。同様に緑も作りましょう。緑のお砂糖ができたのでこの中に寒梅粉 25g を入れます。よく混ぜます。このようにギュッとしたときにちょっと崩れないで固まっているような感じが OK です。白い色も黄色も同じように作ります。黄色はクチナシの実の色素を使ってみました。作り方は他のものと全く同じです。
できました。このように4色が完成しました。では菊の木型の中に詰めていきます。菊の花の芯のところは黄色い芯になるようにします。この黄色の芯、なかなか難しいです。次に白い落眼光を詰めます。ぎゅーっと押して固く詰めます。型から抜いて白い菊の出来上がりです。次にピンクの花も作ります。黄色で花の芯を作ります。それをお花の真ん中に乗せて、その上からピンクの落眼光を乗せます。ぎゅーっと詰めて押して固くします。ピンクの花の完成です。緑で葉っぱも作りました。完成です。これからサラシアン入りの落眼を同じ型で作ります。黄色の芯を作ります。サラシアンを少し入れます。今回は市販のあんを使いました。なので少し緩いようです。これをもう少し煮詰めて硬くするとよかったかもしれません。あんこの上にまたピンクをのせます。上からぎゅーっと押して硬くして、型から外すとピンクの菊の花が出来上がります。型からなかなか出ないときは上から叩くとポコンと出てきます。少しあんこが見えてしまいました。木型にはこういう合い印がついています。次に白い菊の花を作ります。黄色の花の芯を作ります。その上に白の落眼光を入れます。あんこを少し入れます。小さい落眼なのであんこは少ししか入れることができません。
んこの上にまた白の落眼粉をのせます。押して固くします。白い菊も完成しました。緑色の葉っぱも同じように作ります。この色をつけた落眼粉は時間が経つにつれて固くなってきます。なので早く作ってしまいましょう。緑を詰めて次にあんこも詰めます。また緑をのせて詰めます。型から出したら完成です。あん入り落眼が完成しました。今日はご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回までごきげんよう。